かぎ大会イエーイ。というわけで、ユンちゃんの講習だけで何食ったか当てられるんじゃないかクイズ。バンビーナ、ハナハナ、デンデン、ハナデンデン、ということで、はい、なんと今回ユンちゃんの息の匂いをかけるということで、はるばる我々大阪から2時間かけて、そのためや、そのためにあるからね、なんとそのために、そのためだけに長谷さん打ちました。変態の方だ。俺でもやったことないけど。あんまり関係がないからこそ、あ、逆に、ある程度仲良くなってからじゃこういうのできないんで、確かに。どうも。はい、セクハラはその辺にしといて、はい、すいません、この大仕事をちょっと、咀嚼をお願いします。咀嚼をお願いします。それでは、メリットアスロウィズユンちゃんです。言うて僕はね、やっぱちょいちょい嗅いでるんで、まあそうですよね、ちょいちょいやっぱ企画やってて嗅いでるんで、まあ、その辺で一緒に言うても、はい、まあまあそうこうなりますよね。はいはいはい、はい、いただきます。おっ、聞こえた聞こえた、これ咀嚼音もヒントだな。確かに確かに、食べました。おら、早い早い早い、しかもなんか音落としなかったし。でもそっか、別に目つぶっても意味ないか、別にな、うん、人に息かがすの初めてだったけど、ちょっと目つぶやりたいから、目つぶる、目つぶるんで、はい、ちょっと、いきます。パーってしてもらえれば、いきます。はい、じゃあ私からいただきます。いただきますわ、やばい。いただきます。はい、すいません。はいはい、おっ、柔らかい、柔らかい、柔らかい。おいおいおい、何しとんねん、おい。すいません、あ、忘れちゃう。軟水で、軟水でできた。じゃあ次、あ、ダメだ、一回だよ、一回、一回、一回、ユンの香りが、ユン、お願いします。いきます。はい、ちょっとね、シュールすぎる。あー、何、分かったのか、分かりました。え、すごい、ちょっと何これ、やっぱ食べ物でしょ、食べ物。あ、お、分かるもんなんだ。はい、じゃあ、匂いはした。なんか、ユンちゃんの体温しか覚えてない。やだ、生々しい。生々しい、生いな。ユンちゃんから、体内から生み出されたこの空気感、これでした。じゃあ、一人ずつ発表します。はいはいはい。じゃあ、僕の回答はこちらです。チョコレートシフォンケーキ。おー、あー、はいはい、以上です。僕はシナモンのドーナッツみたいな、シナモン、白いやつとかあるじゃないですか。はい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 、シナモン。僕はシュガーのついたパン。あー、 ありがとう。え、マジで、甘い系は、甘い匂いは、なんか一応息から空気感から砂糖は入ってきた。はい、だから砂糖は入ってきた。だ、砂糖がなんかあるじゃないですか、つぶつぶの。はい、あれ、でもカカオ豆感じたよ、カカオ豆は。いや、カカオ感じた、カカオは感じれんかった。俺が食べたからか、俺がさっき自分のやつ、自分の本名出ちゃった。正解を発表お願いします。はい、正解はプリンでした。マジで、そんな違うんや。カロリーめっちゃキャラメル、あー、カラメルか、あれ。あー、焦がしたのカカオじゃなくて、あー、焦がし系のカラメルか。はい、じゃあ第2問、第2問、第2問、ごめんなさい、2品目いただきます。なぜ勝ち組では、勝ち組、もうストレートね、ストレート吐息、うん、ストレートブレスね、ストブレか、ストブレか、なるほど。お願いします。いきます。はい、力どれくらいなのこれ。くせっ、汚い、なんでこの言うの。おい、あり方だぞ、お前。おいおいおい、だってはしゃぐから忘れちゃったじゃん。いや、忘れてる、行きましょう。え、なんで。じゃあ、行きます。はい、え、これ情報マジで残らんからな、これ、匂い。え、結構匂い強いと思います。匂い強い、これ結構、結構臭い。やばい、分からない。おい、でも分からない。ゆんちゃんの息は臭いわけないだろ。いや、お前が言ったじゃん。いきます。確かに。汗臭いぞ。生ゴミだ。生ゴミって言ったよ。今、相方生ゴミって言った。じゃあ、ゆんちゃんが食べたのは麻婆豆腐。うん、おっ
音が聞こえんだって。ってことは豆腐みたいな感じの柔らかいものを食べたんじゃないか。わかった。はい。はい。そう、縁側さん、はい、甘いですね。甘いですか。入れちゃうって言ったんですよ、彼女。あ、確かに。つまり、うん、液体状のサラサラしたの。ラッキョ。あ、液体状。あ、あ、ちょっと。確かに。いや、いい線してるよ。いや、めっちゃいい線してる。ラッキョだと思う。これはね、ラッキョ。あー、ありえる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 、ちょっと落ち着いた気がすんだけどな、うん、お願いします、じゃあお願いします。正解は、もずくでした。もずく、あれ、めっちゃ惜しい。惜しい、バーンめっちゃ惜しい。悩んだんだよな、俺、もずくも入ってたっけ。しかもさ、1品目とかどんどん積み重なってこいでしょ。確かに、確かに、どんどん難しい。さっきの何だっけ、1品目のプリンも入ってた。そう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 、実は、実はね。じゃあ、次次行きましょう。はい、勝ちなとこユンブレスオーってことね。ユンブレスオー入れれないなみたいな。これやばいよ。え？え？え？驚き。うわ。ちょっと匂いが強烈になるように。いっぱい食べてきます。ユンちゃんめっちゃ体張るの。あれや、ユンちゃんすごいわ。素敵。だってこの企画オッケーしてくれる女の子あんまおらへんと思う。いや、いないよ。このゴッドブレスユン。ゴッドブレスやで、ね。頼みました。行きます。はいはい。言ってるちゃんと。はい、せーの。え、来ない？なんかうっすら来たけど、そんな残りがを感じる。いや、もしかして、はい、いきます。はい、はい、あ、でも、あるあるある、匂いはある。別に、うってなるとかじゃない。なるとかじゃない。食べたことある。食ったことあるんだよな。え、あー、そうの情報、情報、どうか行くな、行くな。匂い情報、行くな。もう一回、週刊あたりにかけときます。あ、かけて、ここに行きますよ。はい、行きます。これ、やばいでしょ。どう考えたらやばい。でも、これ、ラスト問題にして、もう一回、一周、もう一周します。一周したいな、これ。これね、じゃあこれ勝ったらもう当てたら、これもう一回食って、うん、もう一回食って、あ、これ当てるまで帰れませんぐらい。あ、そうそうだろ。はい、じゃあ来い、カモン、いきます。来い、ユンブレス。うわー、わかりますか。え、わかる。答えたら勝ち。え、カモン答えていいの。これ、多めにかけました。あ、だから言って、ユンちゃんが何々違いますみたいな。あ、なるほど。正解だったら OK ですっていう。はい、それで行きましょうか。はい、言った？キュウリとワカメの酢の物は違います。はい、次いきます。くせぇ。臭い、臭いか。いや、でもね、書いたことあるのよ。あー、タコの刺身、違います。あー、はい、そう、そっち、そっち、そっち系だよね。そっち系だから。はい、いきます。わかりました。もう一回ください、すいません。ブリーズマスター。おっ、おっ、え、正解。やった、やったやった。え、正解。やった。え、何正解。イカのゲソ焼き違います。味噌汁違う。でもね、卵味噌に違います。あ、もう出ない、不正解。そうだよ。お、正解。あ、フランス、フランス。臭いもの言って言ってみ、うん、ほんまにちょっと今普通にペペロンチーノ、うん、餃子、うんうんうん、ガーリックソテー。おー、もうだいぶ近い、だいぶ近い、だいぶ近い。いや、もう答え言ったけどね、言ったけどね、今答え言ったけどね。ニンニク、正解。正解。正解。あ、ストレートにニンニク。ニンニク。え、ユンちゃん体張ったね。ユンちゃん体張ったね。ニンニク、ありがとう。わあ、すごい。もう分からんもんやね。分からんもんでしたね。とはい、ということでユンちゃんね、体を張ってくれたユンちゃんに今一度大きな拍手を。気持ちよかったですね、我々ね。とてもリフレッシュできました。花粉症治りました。花粉症だ。
ユンちゃんがアロマポットになればニンニクでも美味しいってことですね。そう、確かに。そういうことよ。はい、ということで、バニュンチャンネルの皆さん、ぜひ、飛んでみてください。ぜひお願いします。ぜひお願いします。お願いします。面白いよ。もうプレスにかけてよろしくお願いします。よろしくお願いします。せーの、ゴッドプレス、シャー。